皆さんこんにちは、交流課の上野です。今日は遣唐使船模型について一ノ瀬さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。遣唐使についてなんですけど、はい、なんとなくですけどね、はい、私が知ってるのは、はい、日本から 今の中国に向けて、うんうんうん、施設が派遣されたっていうことは分かるんですけども、じゃあどうやって行ったかって、船で行ったことは容易に想像つくんですが、はいはい、これが、その時のもう、そうですね、船でその模型であるということなんですよね。これ何をもとにこれは作ったんですか？特に奈良時代から平安時代の頃のものを想定して復元したんですけれども、実はその頃の船、遣唐使船を、どういう船だったかっていうのを伝える資料ってもうほとんど残ってないんですよね。そうなんですね。設計図とかもないですし、当然見た人も今生きてるわけではないの で限られた資料、断片的な資料をこう集めて、復元したんですけれども、よくその絵画資料とかで描かれている絵巻とかにですね、弘法大師の絵巻とか鑑真の絵巻とかにも描かれてるんですけれども、それはもう後の時代に描かれたものなんですよね。だから当時のものっていうのはその絵からはちょっと完全には復元できない、参考にはなるんですけれども、でもう一つはこれはその当時奈良時代平安時代に描かれた文献資料記録の中に、船の構造が少し伺えるような断片的な資料があったりするんですよね。そういったのをいくつかこう集めて参考にしたと。でもう一つはですね、最近ですね、ちょっと時代は、唐の時代よりも後の次の宋の時代、中国の宋の時代なんですけれども、中国で、沈没船の発掘調査というのがですね、いくつか事例で行われてます。あとは韓国のあたりでも、行われているものがありまして、その水中考古学の発掘成果っていうのを参考に、今回、作り上げたのがこの模型になります。この遣唐使船模型なんですけど、はい、いやなんか見れば見るほどこう よくできてるなって本当に感心するんですけど、これ先ほど一ノ瀬さん文献の中で断片的にっていうふうに、はいはい、ありましたけど、はいはい、具体的にどのあたりがそう反映されてるんですか？はいはい、船日本の帆が、帆柱と帆があると思いますけれども、基本的にこう帆船だったっていうのはこれまでの復元とか、絵画資料もそうですけど、再現されてきたんですけれども、この上についている白い小さな帆がありますよね。これ実は麻布の、できた帆なんですね。で、伝教大師最澄、天台宗平が、遣唐使船で唐に渡ってで勉強して帰ってきた人物ですけれども、その最澄が書いた本の中にですね、布の帆が遣唐使船にはついていたっていう記録があるんですね。で、布っていうのは古代でいうと麻布のことで、木綿とかではなくてですね、でそれでこの麻布の帆というのを再現したっていうのが一つ新しい成果になります。それからですね、今回水中考古学の成果が近年よく出てきたこともあって、それを反映した部分があるんですけれども、この船体の下の部分ですね、なんかギザギザになって、そうですね。船のお腹の部分がですね、こうギザギザ、段がついているようになってるんですけれども、船の板を一枚一枚ですね、段差をつけてこう継いでるんですね。こういったところはですね、中国のその沈没船、宋時代の沈没船の、発掘調査成果を反映したようなところになります。前に。ちょっと行ってみましょうか。もう一個、もう一つですね、ここにですね、船の船体の中の構造が分かるように、今回窓を開けたんですね。本当はここはこう塞がってるんですけれども、はい、見ていただくとこう板で仕切られているのが分かるかと思います。4つに分かるというんですね。はい、でここにですね、荷物をたくさん満載して、いたわけなんですけれども、これ隔壁という隔てる壁というんですけれども、こういった構造も水中考古学の成果をもとに反映していますし、
実はこれってあの文献の記録にも出ておりまして、食日本記という、日本の記録にですね、奈良時代の遣唐使船が、まあ、中国から日本に帰ってくるときに、このこのマストのところから2つにパッカリ割れてしまって、うん、1つは鹿児島について、1つは天草についてっていう記録があってですね、要はこう2つに分かれちゃっても船が浮く構造であったという、まあ、そういう文献史学もそうですし、考古学からもこういった構造が分かるっていうですね、そういったところをきちんと反映した船になってまして、見えない部分にも実は隔壁っていうのが入っている、そういったそういったところがあの今回、反映した成果になりますね。なるほど。今まで見てきた中でですね、まずこれが何を見て作られたのかっていうのは分かりました、はいはいはい、そして、さっきのこの外板とか、はいはいはい、それから隔壁とか、はい、まあ、具体的に反映されているポイントも、はいはい、よく分かったんですけども、はいはい、どうやってこれを作ったかっていうのが僕の中で、あ、そうですね、最後の謎で、例えばいろんなこう協力した人がいたとか、実際にこれを手掛けたなんていうかな、作ったところ方とかね、そういうところをちょっと聞かせていただけていいですか。はいはい、作るにあたってですね、はい、古代の文献の古代史の先生と、その水中考古学の、専門とされている先生に、ご協力をいただきました、その先生お二人にですね、どのような船にするかといういろいろ情報をいただきながら、それからですね、実際に製造したのはですね、本当のその木造船を今も作っていらっしゃってる造船所さんに、造船所に、はい、作っていただきました。で、先生方のその学問的な部分と、造船所のその技術的な、これまで積み上げてこられた技術的なところをこう反映してですね、作られたのがこの模型になりますね。なるほど。だからこう、まあ、細部にわたってこうすごくリアルに表現をされてる、ね、はい、これとか、そうですね、火事なんかもですね、実際にこれ動かすことができたり、こう引き上げたりすることも、あの怒りもですね、同じなんですけども、巻き上げることができる、巻き上げることも、はい、構造にはなってますね。忠実、そうなんですね。そのあたりはやっぱり造船所さんならでは の技術が、こういう、あとはロープの張り方とかもですね、普通にただ模型を作るだけではわからないような、実際 の、経験が生かされているような部分だと思いますね、うん、なるほど。まあ、いろいろこう隠されてあると思うんですけど、はい、隠されてますの技術が結集されてあると思うんですけど、はいはいはい、一ノ瀬さんなりにちょっとここはおすすめというかここ見てほしいみたいなポイントどっか一個あります？はい、こうさっきですね、この隔壁を見せるようにお腹のところに窓を開けているというふうに言いましたけれども、じゃあこの隔壁にですね、どうやってこう物を出し入れしていたのかっていうのは、なかなかこれまで再現されているものがないですね、はい、で今回ですね、まあ、先生方のご意見いただきながら、造船所さんのご意見もいただきながらなんですけど、この甲板の部分のですね、はい、板を外してここに出入りしていたのではないかというような、まあ、これを再現しようかということになりまして、実際にここの板を外すと、下の隔壁につながるという、あ、外れるんですよ、はい、これ外すことができるような構造になってます。これなかなか今までになかったところですね。よくわかりました、ありがとうございます。今日は遣唐使船模型のことについて一ノ瀬さんからお話を伺いましたけども、まあ、今まで教科書とかで何となくこう書いてたイラストとか、うんうん、それがこう目の前にこう立体的にこう、ね、はいはい、あるということで、なんかすごくこう当時に思いを馳せることができたというか、ロマンが膨らんだというか、なんかそういう、ね、感じでしたけども、はい、最後一ノ瀬さんの方からちょっともう一度 PR していただけたらと思います。そうですね、はい、まあ、いろんな方の英知が詰まった、そして超最新の成果が反映された遣唐使船模型、ぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。